お疲れ様です。お疲れ様です。今どこに向かってるんですか？ドバーですね。もしかしてダーリンの元へ、ね、ダーリンの元へ向かってますいやちょっと前の動画やばかったですもんね。やらかしましたね。いやそう、完全やらかした。結構もうノリの社長もその気で帰っちゃったっていうか。はい、どうなんですか、結婚報告してから社長の態度というか。全然違いますよ。めっちゃ優しいっていうか、はい、いやなんか怒らなくなった。大きい声が聞こえなくなりましたね。そう、結構なんか前までやったらまあ冗談でちょっと怒るっていうか、はい、みたいなことが結構あったけど、はい、なんか全然ないような。事務所によって全然ないなって思うような。まるでないですね。そういうのが前その新しいカメラマンのみどりちゃんと社長にちょっと軽くちょっといたずらするっていうかドッキリするっていう動画撮ったんですけど、まだ多分上がってる。どっちがちょっと先に上がるかちょっと分かんないですけど。あー本当ですか、はい、まあちょっとまたよかったらもし上がってても上がってなくてもちょっと見てほしいんですけど、はい、なんかあれ撮った時に、はい、もういつもだったらドッキリって書いたらもうなんかもうゴラーみたいな感じだったら、おいみたいな感じになるけど、なんかならなくなかったなあの時。確かになんかスーッとできましたね。そうそうマジかよみたいな、ドッキリかよみたいな感じでしたね。そうなんかもう超笑顔っていうか穏やかな表情っていうか。あでもリリちゃんだからじゃないですか。あそうなんか、でもまあみどりちゃんが仕掛けたっていうか、はい、まあ社長に仕掛けたけど、みどりちゃん結構黙れとか社長に言ってましたね。そう言ったけど黙れ。でも落ち着いてましたもんね社長は。なんか電気ヒーター買ってあげるよみたいな。あーそう言われた。いややたらなんか体に気使ってくれるっていうか、はい、やんな優しくなるんですね人って。いや本当に思いましたね。堀川さんはどうなんですかね、そのちょっと電話したりしたら優しくなれたりとかしてるんかな。どうなんですか、まあ今から聞きに行くんですよね。まあそうですね、それは今からは聞きに行くんですけど、そうそう、いやなんかもともと結構喜んでくれるんだろうなとは思ったけど、なんか予想を上回る優しさっていうか、はい、ネタバラシめっちゃしにくいっていうか。でもちょっとさすがにこれは隠し通せないから、はい、面白くネタバラシをね。はい、着きましたね。はい、ではダーリン堀川。ダーリン堀川中じゃないですか。中いますかね。お疲れです。お疲れ様です。YouTuber ですか。YouTuber だ。ポストミッチーポスト。ポストミッチー。ポストミッチーなんですか。頑張っていこうと思います。ポストミッチーとダーリン堀川ですね。だって俺動画あの動画見たて。そうそう。見せました見せました。まだ公開はされてないんですけど。はい。ひどすぎだろ。結構演技うまかったでしょ、うん、結構迫真の演技おどおどしとったどうですか、なんか社長となんか話しました。なんかこの1週間さ、はい、なんか毎週も多分飲みに誘われるんだけど、はい、なみっちくんとかと、はい、それが一切ないもんね、うわマジですか。あれからその話には触れてこんかった。なんかあの体冷やすなよとか電気ヒーター買ったるわみたいなこと言ってましたね。ガチ今社長多分打ち合わせかなんかしてるんですよ、うん、で翔くんが電話して社長に、うん、すいませんちょっと結婚の挨拶日曜日行くんですけどどうしたらいいですかねみたいなことをああそういうこと言うじゃないですか。社長は、まあ、今打ち合わせしてるんで何着てったらいいですかね。そっち系ね、はい、めちゃくちゃ引っ張ろうとするやんでガチで行くよじゃん。ガチでお願いします知らんぞそういうの怖いから見て怖いですね。スピーカーでそうする。おはようございます。あ、お疲れ様です、うん、今大丈夫ですか。もう大丈夫だよ。ちょっと日曜日に今週の挨拶に行こうと思うんですよ相手の親に。で、ちょっと大丈夫お前。はい、もういいや、俺としてたるわ。いや、です、はい、あ、おじいちゃん、おじいちゃんだから熱くつけてたな、これ嘘、すごいな、緊張するな。緊張しますね。
服装とかって何着てけばいいんですかね。服装か。はい。スーツかもいいんじゃねやっぱ。で僕スーツ一着も持ってないんですよ。そう。はい。あ、そうです。はい。いやそこは大事でしょやっぱ。そうですね。肉体もしていやな、はい、初めてあるの。初めてです。だって西山とも言うだろ。言います。絶対怒られるぞお前。あ、まあそれ覚悟でいきます。俺より怖えぞ。はい。父親の力はすごいしな。そうっす。あ、なんか他はいいっすか。なんか食べ物とかなんか。いやどうだろうな。なんか菓子折りぐらい持ってった方がいいかもしれないけど。菓子折れっすか。カフェオレじゃねえでよお前。カフェオレ飲んでどうするんだお前たわけ。あ、いや、カシオレです。カシオレって言いました今。それお前カシツオレンジだな。お前バカで怒っちゃうぞお父さん。投げつけられるぞお前カシオレだと思ってんだな。お前やばいろお前。あ、そうだ。コンビニでカシオレって売ってるじゃん。お菓子とか売ってるじゃん、あのレジの後ろに。はい。ああいうのじゃなくて松坂屋とかさ、ああいうね、はい、デパートでちゃんと買ったやつを、はい、持っていくっていうのが本当は筋だけどな。あ、そういうことですね。そりゃそうでしょ、お前娘だぞお前。勉強になります。いや怒ると思うよ。まあそうですね。どこに読んだ今。今はドバですね。あ、ドバ本の。あ、ちょっと行くわ。はい。あ、いや、いや大丈夫ですね、もう帰るんで。いや、いや、大丈夫です。いやいや、ちょうどな、リュウジさんも電話しゃべってて別件があったもんね。また明日にしようかって言って、まあ、ちょうどいいよ、リュウジおるよ。いや、いないっすね。もういいよ、ちょうどもう、だって6時間になる。いや、僕、じゃあ先帰ります。バカか、お前。はい。大事なことだぞ、お前、お父さん挨拶。お前、人生かかっとんじゃん、もう、ゲームな。そうっすね。とりあえず、いいわ、一回顔出すわ。あ、はい。はい、よろしく。はい、そう。終わったわ。え、もう先帰っていいですか、私。僕も帰ります。ちょっとやばいって。やば、めちゃくちゃテンション高かったですよ、社長。うん、すごい嬉しそうやった。とりあえずちょっと、どうやってマイルドに終わらせるためにどうします。そう、やっぱ落ちが受ければ多分。うん、まあ確かに、まあ、社長の優しさを全国に公開できるみたいな風に言えば。あ、そうですね。そうだ、ちょっと結構思ったより優しかった社長。これだけ乗ってよ。落としたので乗っときますか。ああ、もうそこで来れないようにしてきます。テレテレーって言うの。そうだ、いいな。苦しいわけな。あ、来ました来ました来ました。あ、え、嘘、マジで。多分、うん、マジで来た。勝ちで来た、勝ちで来た。隠れていい、ちょっと隠れていい。やっぱ、安も変わってるから見えるっす。おお、完璧っすね。何が完璧なの。目がこいつ。何こいつ。今、実習生と喋ってますね。ちょ、あれ、ハウスの中でやめん。逃げる場所がない。はい、逃げる場所がない。うん、確かに。リングや、ちょうどいい。あ、どうぞ。ちょうどいい、リングまあ本気やつは勝てるけど。何言ってんすかね。なんで、あれ社長なんて言い訳そうだ。あ、脅されたって。誰にですか。僕に。お前にで。僕にですか。無理ですよ、僕100人集まっても脅せなさそうですね。あ、事務所の中入りましたね。あれ、ショールですね、今多分。お前、それやばいぞ。もう、やばい。ミッチー君たちも知らんのじゃない。行った、言いました。バカか。なんでそこ言うた。言った。ちょっと車借りていいですか。絶対来るよ。いや、このままやりそう。動いて動いて。え、マジ。あ、やばいやばいやばい、嘘、ちょっとやばい。ごめん、もう隠れていいですか。ミッチ君嫌がりましたね、多分。何だろう。
やばいやばい、出てます、やばいやばい、お呼び出てください、僕らもこれで帰ります、もうお願いします、帰ります、出てけ出てけ、もうじゃもういい、お願いします、お願いします、マジで、さっき自首したとか言ってたし、さっき自首したとか言ってたから、お呼び来い、来るから、もういいや、もう怖いです、怖いです、マジで、ビビになって、ビビになって、ビビになって、マジで負け、え、今どこにいます？大丈夫、あ、真後ろ、うん、やばい、怖え、お前もビビったんだよ、やばい、逃げる、分かった、怖え、どこ、戻った、戻った、いや、戻りました、勝った、勝った、勝ちましたね、復活、復活パターン、よし、復活パターン、全然、電話かけようとする、絶対そう、ちょっと待って、かかってくるって、なんていうの、車の中で言っていい、もう出ないって方向で、ほーら、来た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 、切れ、とりあえず、とりあえず、切れ、とりあえず出ましょう、切れ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 、え、切れます、切れ、切れますか、切れ切れ切れ、切れますか、よし、こうやって追い詰められていくんですね、人って、これ大丈夫、あ、もうまだだ、やばい、もうやばい、やばい、切れ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 、逃げる逃げるよ、勝ちだ、言うか、言います、どうですか、もう外でやる、おはようございます、はい、スピーカー、スピーカー、いや、ちょっと遠いとこいますね、どこ、なんでお前俺来たの、お前は行ったもんね、お前、いや、ちょっと今日、今日、お母さんが、はい、いや、車はいないですね、やばい、いや、車はいないです、言い上がりました、いや、いや、おやばい、はい、いや、いないですよ、終わった、もう、マジで終わった、ちょっと待ってください、ちょっと待って、マジやないけど、お前俺のおかしいから、お前俺のおかしいから、自首するとかさっき言ってたのに、やばい、ショウ、寝てんの、はい、あ、じゃあ寝てるよ、そうだから、ちょっと寝てますよ、あ、寝てますよ、あ、どういうこと、はい、はい、いや、寝てます、ちょっと寝、限界で、疲れて、風邪、いや、風邪じゃないです、コロナじゃねえだ、いや、ほんと疲れて、疲れて、あ、みんなの、いや、誰もいいです、いや、さっき、ショウとか寝てたって言って、寝てるよ、まあ、はい、おるやん、え、寝てる、いや、多分、おるやん、お前誰？一人いないっす。カリドル、カリドル。カンタ、カンタ。はい。カンタか。はい。やっとんの。もう男同士変なことやっとるじゃない。お前結婚するならお前そんなことやったらあかんぞ、お前男同士って。いや、違います、違います。ほか？です。何やっとんの？いや、顔向けできんぞ、お前。そうっすね。お疲れ様です。何してんの？え、このカメラ回しよう。みっちくんのさよならビデオレターみたいな。あ？みっちくんのさよならビデオレターみたいな、あ、そんで隠れてやってたの、バスで、そうそうです、そうです、そうです、あ、バレとるやん、はい、いや、もう急に来ちゃったんで、バレとるやん、あ、こいつに、あ、あれお前にでしょ、お前のさよならじゃいいって気持ち悪いって言うんだ、やばいっすね、やばいっすね、隠し通せちゃった、隠れ通せちゃった、いいんじゃないですか、もう俺も関係ない、あ、こんにちは、車乗った？いや、いなかったです。どう？ AV ビデオ撮ったな、お前。車の中だろ、おかしいやん、みたいなさ。もうどう、大丈夫？体をあんま冷やしちゃったんで。全然大丈夫です。はい。安定期早くもらった。あ、ありがとうございます。急ぎ。いや、佐々木、急ぎます。体冷えたらかも、あ、大丈夫、体冷えたらかも、ショー着てるんで大事な体、いや、めっちゃ着てるんだよ、一人の体じゃないんだよ、いや、でもめっちゃ着てるから、何これ、肉しゃくしゃく感じが気持ち悪いんだよ、何これ、どうした、なんすか、いや、なんもないです、え、翔くん、なんすか、あ、あの、下に落ちたよ、あの、ちょいと上にさーってだけ、なんかあるっすよ、隠しとるっす、こいつら、なんかあります、こいつら、え、パチンコ、リュウジの顔見てみろって、お前って変わってたの、なんか言いたいこと言えよ、
監督。ちょ、お前さ、反町隆史って知っとる？反町隆史。ポイズン。せーよ。うわ、もう、はい、帰る。はい、帰ります。おい。いや、お前どういうこと、おかしいぞ、お前どうしたんですか、さっきから何が止められないから、違う、違う、どこやろ、帰るじゃん、待っとる。いや、いや、行くぞ、もう残業つけるの、僕じゃあさっき帰ります。え、帰るの、ちょっと予定ある。あ、じゃあ私も、あの、ちょっと帰ります。はい、え、どこ二人行くの、ちょっと病院とか。は、そう、そうです、病院だ、もうやってないですよ、ないやろ、緊急、なんか触りが来たらしい。何でそうすか、もう臨月じゃねえぞ、お前。なんか動画を撮っとるだろ、お前。なんおかしい。ショック。僕知らないです。私も知らないですよ。いや、ほんとさっきも、ほんと目つぶってはいはいはいばっかり言ってたの。僕すごい。なんか言うことあるんで。すごい分からん。なんか企画はめとるだろ、最近の出来事とか。いや、その間は計算で。最近の出来事なんか26万ぐらいですよね。結構なり。結婚と、あ、子供はできてないし、まずしてないです。まず付き合ってもないです。どういうこと？で、三谷は言ってました。どういうこと？意味がある。意味がある。結婚しよう。ちょっとこれ、これ、これ、はい、これの対象。はい、どういうこと？いや、全部あれネタバラシしようみたいな。あれ全部ドッキリです。ドッキリだよ、何したとかだよ。ドッキリじゃねえよ。まあ、普通にお題じゃねえ、いつも喋りかけとるよ、俺。大丈夫かって言ったら、大丈夫ですとか言って。どういうこと？どういうこと？意味が分からないけど。どういうこと？本当に？嘘でしょ？本当です。あ、本当？本当？どういうこと？どういうこと？どういうこと？妊娠してないの？はい。妊娠嘘？妊娠は本当？結局もそうですけど。喋ってたやつも、カメラを撮られてたんで。取られるかわかんないけど、どこまで嘘なの？どういうこと？で、なんかその…こいつらが…え、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 俺関係ない。いや、全然怒ってない、怒ってないですか。じゃあどこまで本当かどうかわからんの？あ、全部嘘です。あ？全部嘘です。なんでネタバラシ言うかと。いや…下手すぎて。いや、なんか…ドッキリ…オチが見つからずに、そのまま…ずるずる…続きなんだ。ずるずるずる…嘘続きなんだ。そうです、そうです、そうです。いや、でも…どうしたん？お前どうしたん？はい。なるほど。待って。途中帰ったじゃないですか、なんか用事があるっつって。ああ、それで、それすら忘れてるわ。ドッキリで送そうでもねえもんな。ちゃんが何、妊娠も、リリちゃんが妊娠も嘘？嘘です。妊娠させたのか。妊娠させたのか。マジ。いや、でも事務所であるんで、いつも大丈夫だったら大丈夫ですよ。いや、なんか社長が思ったよりすごい神対応するって、家にいなくて。俺の子供そんな欲しい。そういうこと。アピール、アピール。何これ、どうやって締めるんだ、このところ。俺結構連れとかに行ってるんだよ。しかもその企画も俺打ち合わせしたじゃん。結婚のやつやろうよって。そうなんだ。ずっとしとったとこから打ち合わせ、30分ぐらいしようって、とりあえず。いや、本当にどうしようと思って。いや。お前ちょっと顔出せ。みっちゃん、みっちゃん前とこちょっと当たったもん。え、左目だな。いや、僕両目っすね。両目っすね。出せ。パンチレベルでしょ、こいつ。パンチレベルですよ、それは。いや、じゃあもう今日、今からこの動画撮るわ。はい。え、あ、これか、太鼓。反則回答。太鼓、反則回答。
もう怖いドッキリは当日に下ろせなかったろう。とりあえずお父さんお母さんに挨拶です。社長として社長として言いたいことがある。はい、刑事としてお父さんお母さんに話したいとか。何も話され、あんたとこの娘に騙されたって言うんだよ。カメラ来てから話すよ、とりあえず。あ、チャンネル登録いいねよろしくって言わな。そう、じゃあドッキリは成功っていうことで。いや、まあいいねとコメントいっぱい入ってこなかったら、じゃあ俺はお前のボコボコについてて、まあ一応昔よくやったあの何あきれいな、いいね、いい、今もう結構あるんで、いいね3000人じゃないですか。あ、3000、いいね3000のコメントを、コメントは、コメントは500いいね3000のコメント500です。で、それかバットが2000ついたら。そしたら何、バット2000ついたらもう全部 OK です。カイコ、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 モニカはカイコ、また話されてバチーンってなるのよ。その時はもうリュウジのフルスイング。違う、インスタであの相撲とかやってるから見てください。あの俺、あいつと相撲対決してバチバチにしたかった。じゃあ誰、誰の企画なの。なんで死ぬの。伊藤くんです。全部伊藤くんです。ちょっと待って、はい、それ立て、おかしいな。はい、立て、はい、立て。ちょ、お前もナスがままだよ。立て、あ、いえ、あいつはみんな早く、あ、探してるわ、お前。はい、建設業、うん、なんちゃら専門で、修繕道具、建設業専門で、あと塗り替えの塗装したい人と企業のマッチングもします。また見てね、また見てね。死ぬかな。ふけんな。クリタイトードチャンネル登録お願いします。いいねをよろしくね。